こんにちは、イワナです。パート8の投稿が終わってすぐにエリトラを取りにエンドに行ってきました。ポータルでワープしたら真っ暗闇でスタックして、ワールドに入り直しても治らなかったのですごい焦りました。ワールドデータどうなっちゃうんだろうとか考えましたが、もう1回入り直したら治ってくれました。よかったよかった。もうあんな怖い思いはしたくないのでおとなしいプレイします。ちなみにエンドしてはポータル入ってすぐのところに2つありました。ワールドの危機もありましたが、長時間の探索を覚悟していたのに、一瞬でエリトラをゲットできちゃいました。それなら街づくりで不足し始めた資材も確保しちゃおうということで、手始めに本不足が深刻だったのでサトウキビの自動収穫機と、作ったはいいもののなぜか動いてくれなかったゴーレムトラップを回収しました。処理層の高さを一段下げたらゴーレムが湧くようになりました。意味がわかりません。でもまあこれで鉄とサトウキビには困らなくなりました。本棚使い放題です最高。もう至るところに使っちゃいます。道の真ん中にも置いちゃうもんね。ということで今回はここを発展させていきます。採掘場から左の方に行ったところです。ここ、真ん中のとこをそのまま大きな階段にしたら、いい感じになるんじゃねって、前から目をつけていました。目標としている入り組んだ町とはマッチしませんが、作りたくなっちゃったのでしょうがないです。そんなわけで完成したのがこちらです。今回はなるべくあったものをそのままに作りました。なるべくです。左側の岩は、中がお店になってます。形もそのままだと変だったので、削ったり足したりして整えてます。外側が寂しかったのでテラスも作りました。このモサモサは、もともとあったとんがりがこれから紹介するところから、街を見ようとすると絶妙に邪魔だったので切り倒してモサモサにしました。これだけでは空が寂しかったので橋を作りました。浮島があったのでそこを中継して囲んでいる山の上に行けます。奥に見える宿屋と同じくらい高いところから景色が見れます。ということでちょっと短いですが今回はここまでです。遠くから見るともさってたりとげってたりして結構目立つものができました。次回はこの周辺をもっと作っていこうかなと思います。それではご視聴、ありがとうございました。